を終えたばかりで息もつかぬままのインタビューですが、はい、まずはお気持ちから聞かせてください。疲れました。そして高橋選手のゴールで勝利となりましたが、スペシャルなシュートでした。ゴールネット左隅に突き刺さりましたが、狙いどころ教えてください。まあ練習でもああいう形は、まあ、状況は違いますけど練習してたので決めれてよかったです。チームとしては3試合ぶりの得点となりました。残留を争う意味でも貴重な勝ち点3となりましたが、今日はどういったことを意識してプレーされましたか？ホームでもなかなか勝ててなかったり、なかなかサポーターの皆さんにこう勝ってる姿を見せれなかったので良かったです。そして試合を追うごとに連携面も深まっているように感じますが、手応えとしてはいかがでしょうか？そうですね、チームの雰囲気とともに良くなっていると思うので、はい、ここからまた期待してもらえたらなと思います。最後にサポーターの皆さんに一言お願いします。そうですね、サポーターの皆さんも、はい、たくさん足を運んでくれてますし、サポーター以外っていう面でずっと思ってたんですけど、試合終わった後も片付けをしてくださる方がたくさんいるのを僕らは見てきているので、その皆さんで掴んだ勝利かなと思うので、はい、選手だけじゃなくてみんなのおかげかなと思います。おめでとうございました。はい、ありがとうございます。高橋選手でした。はい、ありがとうございます。